这天，亮叔来到了一个特别的聚会。据说在场的年轻人大多都会说中日双语。在深圳，第一次接触到这样一个充满活力的日本年轻人群体，亮叔当场决定拍摄一次特别的我住群体片。来中国之前对中国的印象是什么？ちょっとなんか街が汚そうなイメージ。可能有一点的没有那么好的印象。餃子のなんか問題がありました。ちょうど多分その頃昭和。あんまりいい。なんとか毒餃子。そう毒餃子。那你觉得现在的日本年轻人对中国的印象是怎么样？6割興味ない。3割嫌い。1割好きじゃないですか。留学するって言ったら、みんな、どこどこすごいやんとか言うんですよ。アメリカ、カナダ、オーストラリアみたいな。中国って言ったら、みたいな。中国で働くっていうふうなことを、例えば地元の友達に言ったら、なんでアメリカに留学してたと思ったら、次は、なんで中国なのみたいな、そういう反応あったりして。虽然不被身边的日本朋友理解，但妈咪和托尼正通过自己的方式坚持介绍他们眼中的中国。他们这样做的理由究竟是？现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代。一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。妈咪桑的公司在这儿吗？我的发型怎么样？跟美女见面合适吗？哦，妈咪酱，こんにちは、こんにちは。Hello。ここは会社なの？ここが、はい。めっちゃでかいじゃん。何回かだけです。3回かな。你现在紧张吗？有点紧张。当然。是啊。我刚才看到了你发给他的那个微信。那个？不是给我。你发给玉桐，发给玉桐。他问，就是就那天问我什么问题，然后你做功课了是吧？非常好，不错不错，对，很优秀优秀。那我去看一下吗？好，可以吗？好。哇，你看，用心的准备了。居然有，昨天晚上我做的那个，是我们昨天才联系的。谢谢。你们的产品？奖品。これ何？これはドローンなんですけど。ドローン？オレンジ。これも一応プログラミングして飛ばすことはできるんですけど。要那个。可日本人的反应啊！我今天体验了最新出来的一个无人机，这个挺贵的。哇！没关系。
是吗？啊，是吗？可以，可以吗？可以了，可以了。哪里可以？你可以，可以，这里。啊？哦，这个没有坏是吧？没有坏。哦。妈咪是这家 AI 教育公司唯一的外国人职员，除了日语还精通英语的她，负责美国、俄罗斯、澳大利亚等九个国家地区的市场营销。为什么选这个公司？ただ物を提供するだけじゃなくて、それを通じてその人々がもっと創造性豊かになったりとか、こういった遊びだったり、勉強、学びですかね、を通じて、もっと自分の好きなものを作れるような人になってほしいって、そういう思いにちょっと惚れて、ここにちょっと雇ってくださいっていうふうに連絡して、リンクトインでここの会社の HR 担当者を見つけて、メール何度も送って。すごい。厉害厉害。最近妈咪在工作之余将时间都倾注在一个新的领域。拍视频吗？对。行きます。はい。こんにちは、ぐまみです。今日は中国のフードデリバリーとオフィスコンビニについて、紹介していきたいと思います。この、メイトワンワイマイっていう、まあ、ワイマイってそのでもお父さんにお前の動画はいまいち面白くないんだよって言われておおおおお辛辣って思いましたけど、まあもうちょっと面白くしてもいいかなと。そうですね、でも真面目すぎるかな。あどうしたら面白くなりますかね、そういうだと。じゃあもうちょっとキャラ作ってもいいんじゃないかな。よよよみたいな感じ。そういうことじゃない。そういうことじゃなくて、無理のない範囲で自分のキャラってどういうキャラなの。いや意外とでもよよよとか。あ、よよよな。与在中国企业就职的妈咪不同，本期的第二位主人公 Tony 是一家日本家电公司外派来深圳的采购员。啊，こんばんは。お疲れ様です。すいません、突然の。あ、いえいえ、撮影用で。いえいえ、光栄です、とても。いえいえ。え、会社ってここにあるの？会社このビルの39階。あ、这个好大呀。对啊，好大。由于临时决定的拍摄，我们没能获得进入 Tony 公司拍摄的许可。Tony さん有点奇怪。奇怪吗？なんで Tony なの？僕はその香港の俳優のトニーレオンが好きなので、トニーにしたんです。あ、他特別好、我也喜欢。あ、真的。他演得很好哎。对。就那个《无间道》嘛。无间道会。对。无间道很好看。对。Tony 大学时作为交换生来到中国留学，在暑假期间坐火车先后游历了中国20多个城市。回日本后，对中国的风土人情念念不忘的他，在疫情期间辞掉了原本的工作，进入了新的公司。中国ずっと行きたかった。行きたかったですね。やっぱり前職は中国に支社とかなくて、駐在するっていう機会はなかったんです。あ、駐在できるような環境で働きたいなって思ってたら、なんかすぐ来れちゃいました。今の会社に入って。今天没有光，倒影啊，倒影，这真的漂亮，再近一点。ちょっと準備します。はい、どうぞ。中国のビルってやっぱ面白いなって思うのは、こうやってやっぱ表情が変わるじゃないですか。日本だとなかなかこういうのないよ。遊んでる感じ。I love 深圳って出る時があるんですよ。はい。そこ狙ってるの。そこを撮りたくて。はい。あ、出た。ちょっとこの角度だと分かりにくいな。看完了吗？看完了。你看我现在姿势，自己拿灯光自出镜的主持人，有这样的主持人吗？应该没有，因为费里他感冒了。
啊，真的？对。啊啊。まあ綺麗にあのダウイン、ダウインできてますね。これが好きですね。なんか撮ってる時が幸せですね。你呢？你拍摄的时候幸福吗？幸福啊，马里奥。幸福啊，我很开心啊。是吗？我没有看过他那种幸福的脸啊。他那幸福是一瞬间的，我这幸福是持久的。啊，好好好。撮りたい人とかいない？撮りたい人ですか？人はまあ、まあ、言ったら可愛い子とか、フェリーって言うんですか？フェリー、很可愛。あ、是吗？我们私下里聊，不用这样。所以他今天有点难过，因为他不来了。是吗？あ、对对对。对吧？ちょっと来ないって言われて、ちょっとショックです。会えると思ったら、ポートレートしたい。真的吗？真的真的。他想拍菲力。可以吗？可以啊。哦，我没有没有没有权利。他没有男朋友。他没有男朋友。那立候していいですか？可以。啊，真的吗？可以。私下聊。マジで行きますよ。那是认真的。摄影师的套路就是这样的套路。拍你，然后拍拍拍拍，然后哎，咱们一起吃饭吧，对吧？不是的，是摄影师，没有没有没有，摄影师的套路就是这样。领导，我没有没有。马领导，可以拍那个吗？可以啊，这边可以吗？可以可以。中文越来越标准，是吗？他刚来的时候不太会说吗？对。去年刚连上的时候全部喋不了，是吗？真的很厉害，是吗？进步超级多，就这一年进步蛮大的，对吧？可以，中文都比我厉害。不会啊，行不行吗？广东人吗？哎，你怎么知道啊？一般人听不出来，没听出来，不是一般人啊。妈咪普通话都比你厉害，对，普通话确实比你厉害。你好，嗯，だからこうやって。来ました。おお、開いた。どうぞ開けてください。おお、開いた。僕これ好きなんで。あ、他のもどうぞよかったら。はい。これは内緒で。何撮ったか分かんのこれ。これが。見てください。あ、本当だ。他为什么知道我拿了什么？ちょっと待って。ちょっと待って。因为它是有个摄像头在上面，你看每一层它是有个摄像头。中にカメラがあるんだって。但是真的吗？啊，这个啊，这个有摄像头。啊，なるほど。非常的認識されました。盗もうと思ったんですけど、盗めませんでした。すげえ。ありがとうございます。皆さん、ぜひ中国に遊びに来てください。はい。面白いよ。もともとはあの母と父にあのこんな感じだよっていうのを映像で伝えたいって思いから始めたので。だったらそのまま映像を送ればよかった。そうなんですけど、あの。確かにそうですよね。あとはそうですね。もしかしたらあの表に出したらちょっとでも見てくれる人とか、それをきっかけに、あ、深圳ってこういう街なんだとか、中国こんな風な街なんかあの発展してるんだっていうのを知ってもらえるかなっていうのもあり。高中时的妈咪和朋友来中国旅行，被景点阿姨强卖纪念品的经历，让她一直对中国有着不好的印象。直到去美国留学。跟中国留学生的接触改变了他的看法。后来妈咪以背包客的方式旅行时，从东南亚一路来到深圳，最终决定留下。なんでその東南アジアじゃなくて深圳も良かったの？新しい場所で何かスタートを切りたいって思いがあったんですね。その時も本当お金がなかったのですごい安い宿に泊まってたんですね。で、その二段ベッドのお部屋とかで住んでたので、そこで出会う人たちと話をしてたら。あ、中国の人たちもここに来て何か新しいスタートを切ろう、新しい自分の生活を作ろうってしてるんだなっていうのが自分にとってすごく合うんじゃないかなという。通过自己的 YouTube， 想把中国的信息分享给他们，这个目的是什么？例えば他の人が中国に行ったことがなくて、中国人の友達もいなくてっていう人たちが見て本当に実際に。あのこれはちょっと苦手とか怖いっていうのだったら分かるけど、実際のことに触れずに何か意見を言ってほしくないなっていう思いもあって。ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。物が何もないです。
料理しないです。都是外卖。啊，都是外卖。对。哈哈哈，那么难，从来没有看过那样的冰箱。100个摄影圣地。啊，そう、これちょっと買って、ちょっと一個ずつ攻めていきたいなって。你最想去的地方在哪？最想去的地方，这里。啊，地铁，地铁，元阳啊，元阳地铁，对。对，中国有很多很多漂亮的地方。对，日本没有这种，对吧？大的，这种大的风景。嗯，大的风景，日本是比较小的经济的风景。对对。多分日本人って中国に対してこういう自然な綺麗なところがあるって知らないじゃないですか。知らないね。だから自分がこういうとこ行って写真撮ってインスタとかツイッターに上げて少しでもなんかこう日本人の中国に対しての印象変えられたらなみたいな、そういうなんか願望はあるんです。トニー現在通過推特发布他在中国拍摄的风景照片，他的目的是分享日本人没有见过的中国美景。才正式运营不到半年的推特已经积累了1300多名粉丝。年に一回の調査でなんか中国のあれなんていうんですか印象アンケートあるじゃないですか。中国の印象が悪いっていう人が9割ぐらいで。9割印象悪いっていうなら数パーセントでも下げたいなっていう勝手な分析だけど多分6、7割の人は興味なくて全然聞かれたらどっちかって聞かれたらまあまあテレビでなんかやってるし、まあ、嫌いかなにチェックしようかなみたいなその程度じゃないかなと俺は思ってるんですよだからその程度の人だったら変える可能性があるそういう人たちに向けて僕も番組を作りたいなって思ってるんですよ运气好的时候能看到水母和海豚，嗯，能看到。不分馆的。我先去吃。啊？美味しい。アサリ全然食べない。やばいこれ。美味しい美味しい。哇，这很难哦。快快快快快！我们在 YouTube 新开设了会员频道。打开和之梦官方频道主页，点击加入，每月仅需290日元，即可享受我助会员加长版视频以及专属福利，快来加入吧！